ハロー YouTube、 どうもこんにちは。本日なんですけどね、こちらポケモンカードバイオレット EX 30パックね、ちょっとお店でね、買い集めました。こちらポケモンカードバイオレット EX、 これね、スカーレット EX とバイオレット EX の2種類あるんですけども、このバイオレットのこの未来のね、このミライドンの方がこれ大人気で、これね、ボックスがもう全然手に入らないんですよ。なんかメルカリで5400円のボックスがね、今2万円とかで取引されてるみたいで、いや僕ね、バイオレット EX のボックスがね欲しくて、いろんな抽選とか応募したんですけども、全然当たらなくて、で今回なんとかね、こちら30パックをね買いました。ちなみにで今回僕ゲオで10パック、ヨドバシカメラで20パック買ってて、でちなみにね、これここの番号を見たら、これ2つ混ざってたんでね、ワンチャンこの30パックの中から SR が3枚以上出る可能性はあるということで、いやーちょっとね期待しておりますよ。で今回の狙いなんですけども、まあもちろんですね、私はミモザ、もうミモザ一択ですね。もう SAR か SR。ちなみにこのミモザ SAR の相場なんですけども、この2023年2月19日現在でなんと10万円から12万円ですね。で、ミモザ SR の方は3万8000円から4万5000円ということで、これね、ちょっととんでもないカードが眠ってくれるかもしれないんで、なんとかミモザね、絶対当てたいなと思います。ちなみにミモザっていうのはね、今回の新しいポケモンのソフト、スカーレット・バイオレットに登場するね、保健室の先生ということで、もうめちゃくちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛い。もう何が何でも欲しいんで、まあ、今回はね、ちょっともう絶対当てますね。まあ、ちなみに今回外れたらね、また、俺もう手に入れれるまでやりますからね。ということで、早速ね、上げていきましょう。レッツゴー。まあ、ちなみにね、今回ミモザの SAR 当たらなかったらね、次回ボックスで買うんでね、皆さん楽しみにしておいてください。で、またね、ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは、開封いきます。はい、それではまず記念すべき一泊目いきます。よし、これね。いや今回のね、このパックめちゃくちゃかっこいいですよね、これ。ミライドンがなんか叫んでて、で、ポケモンって英語で書かれてるとかね、すごいいいですよね、これ。お、SAR スペシャルアートレアが一番出にくいと。まあ、じゃあ、早速ね、開けます。よし。お、記念すべき1パック目。おいや、これなんかワクワクする。めっちゃ久々やね、これ。よし。このポケモンのこのパック開封めちゃくちゃ久しぶり。ほっ、よし、まず記念すべき1匹目はね、クヌギ玉。これガードプレス、次の相手の番このポケモンが受け技のダメージがマイナス30される。ポチ、あーボッチか、これいたね、鋭い牙。ほっ、ラッキー、かわいいね、これ赤緑から出た初代のポケモンね。で次はね、次がレアなんですよ。あーノーマルや、ハルクジラ、ハルクジラ、これ、スイーピングタックル200。あ、200からマイナスされるってわけね。なるほどね。そして、エレキジェネレーター。いいね。じゃあ、まずね、記念すべき最初のパックは、ハズレでしたね。はい。まあ、今回ね、結構もうバレで買ってるんで、ね、どうなるのかな。なんとか SR 当たってほしいですけどね。よし。オープン。お、なんか光ってる光ってる光ってる。今光ったね。光ってる、これ。オコリザル。オコリザル、暴れバンチ70。このポケモンにも20ダメージは自分にも食らう。ちょっと待って、光ってるぞ。緊張してきたな、これ。ハルクジラ。もういいね。レアコイル。お、そしてね、こちら、レアコイル。これ、ね、ピッカリ玉。そして大爆発。これ、エネルギーが2で90与えるっていうね、このポケモンにも90ダメージということですね。で、次よ。これ、次、これ光ってるよ、これ。これ光ってるよね。で、これ次光ってるよね、これ。当たり？で、これ当たりなのかな？あー、違うか。ハッカードッグ。あー、まあまあまあ。でも、レアかな、これ。お墓参り。自分のトラッシュになる一応ポケモンの枚数、かける10。なるほどね。で、スリーパー。これ確かね、墓地が進化するんですよね。まあ、レアということで、当たりました。はい。はい、3パックに行きます。開ける瞬間が何とも言えないね。ああ、光ってなさそうやね。まあ、とりあえず、イキリンコ、空を飛ぶ、この、
空を飛ぶリンゴ、生きリンゴ、生きてるリンゴ、リンゴみたいですね。もうタランチュラ。これ絶対タランチュラをパクってるよね、これ。糸を吐く。いいんじゃない？スリープ。おーおーおー、これね。これ、あれよ。あいつ、あの、コインのやつよね。出てきた。で、あー、ハピナス。これラッキーが進化するやつね。ハッピーサイクロン。そしてハイパーボール。お、このハイパーボールね、結構強いみたいなんですよね。これこのカードは自分の手札を2枚トラッシュしなければならない。自分の山札からポケモンを1体選び、相手に見せて手札に加える。そして山札を切るということですね。はいはい、それではね、4パック目いきます。いやー、なんかね、そろそろね、あの SR っていうかレアが欲しいよね。チキーン。お、光ってるやん。これもまたいいんじゃない。これコフキムシ、体当たりか。コフキムシ、これ俺これあんま覚えてないんだけどね。これ適応進化、まあいいんじゃない。これタタピってなやつね。バモン。おー、ピカチュウっぽいやつだろこれ。絶対人気やない。これ殴る10、エレキック20、いいんじゃない。これ絶対ピカチュウをイメージしてるんだ。これあが、そしてガーリー出ました。これ炎の爪、炎の爪エネルギー3つで70か。いいね。で次よね、これ大丈夫。おー、クレッフィー。これまたレアね。これ特性いたずらロック、そして狙い落とす。ダメージを与える前に相手のバトルポケモンについているポケモンの道具を1個トラッシュすると。なるほどね。で春クジラ、もういいんじゃないでしょうか。いい感じですね。いや、俺ポケモンカードめっちゃ久々やねんて。やばいわ俺、これね。なんとも言えないこの感覚。まあ、その小学生の時にこの150円300円握りしめて、あのコンビニとかデパートに行ってカードショップでカード買ってましたからね。よし、これバーモット、バーモットね。バーモットじゃない、バーモット。墓地出た、また墓地か。ほ、星ガリス。噛みつく。これあれよね、お立ち的なポジションね、これ。そして次は、あー、スコビラン。これ、何これ。激辛ヒーハー。このポケモン、日本のエネルギーがついてるなら90ダメージ追加。90ダメージ追加でなかなかやけどね。おー、カエデ！カエデよ！カエデちゃん来た！いや、俺ね、カエデいいよね。まあまあまあ、カエデさん、とりあえずまあまあ、今度も置いときましょう。よし、じゃあ次、いきます。狙いはミモザの SAR と SR なんで、それをね、何がなんで割りたいって、ね、っ開封の瞬間でたまらんよね、これ。ワクワクがね、たまらないっていうね。お、ちょっともういい。お、いいんじゃないこれ。とりあえずアルクジラ、鋭いヒレ。お、エレズン。お、ね、これ電気ポケモンのあれか、落雷的なやつか。かじる。タマンチュラね。これ絶対タランチュラよね、これ。そしてビヨヨンって何これ。これバタフリーポジションよ、これ。虫のざわめき、さざめき。110も与えるんや。虫のさざめき110なんや。これ強くね。そして、あー出た、ミカルゲ。いや、このミカルゲってね、あれあれですよ、ちょっとシロナが使ってて相当強かったんですよね、これ。よし、はい、じゃあ次こちらさらにいきましょう。はい、ではちょっと次のパックいきます。おっ、腕っぽ挟むね。挟む。墓地が、またか。また墓地か。お、ちょっと待って、これまだ光ってるぞ。コイル、コイル。このポケモンをベンチポケモンで入れるからエレキボール。いいね。で、いいんですよ。いいんですけど、この次なんですよ。これ今光ってたよね、これ。あー！ジュベッタ EX の、これが、R、R ってことは、これね。めっちゃ久々だから覚えてないよ俺。ダブルレアか。ダブルレア当たりました、ジュペッタ。まあまあいいんじゃないでしょうか。おー、こちらジュペッタ、これダブルレア。これ常闇、次の相手の番、相手を手札からグッズを出して使えない。そしてポルターガイスト、相手の手札を見てその中にあるトレーナーズの枚数かける60ダメージ。これ手札見るって強いよな。そしてストリンダー。なるほどね、まあ、とりあえずね、これダブルレア当たりましたね。はい、じゃあ次行きます。いやー、でもダブルレアいいよね。ダブルレアいいんじゃない？
ちなみに今買ってる、ちなみに今開けてるのはゲオで買ったやつですね。お、またなんか光ってるんじゃないこれは。お、いい感じちゃうこれ。ロトム出ました。ロトム、いや僕ね、ロトムって結構伝説ポジションやったけど、どうなんですかねこれ。ロトムくんいいんじゃない、これ電気ショックコインを1回投げて表の相手の方が僕の前。そしてカプサイジー来た。やんちゃ切り、これ何これ、これ最近のポケモンかな。辛くなる、いいんじゃない。そして次ブロスターでだ。これエビオアクアキャノン、次の自分の番、このポケモンはわずか使えない。いやーきついな。まあでも160も与えないとでかいね。で次よ、次ちょ、次ちょっとチラッと、お、あ、お、何これ何これ何これ、タマンチュラ、何これ、え、これアートレア、お、アートレアですねこれ。なんかこれ芸術家の人が描いたんかな、これすごい、なんかいいじゃない、アートレア。いや、ストライクに狙われてるこれ、大丈夫タマンチュラ。これ糸を吐く、コインを1回投げて表の相手のバトルポケモンを麻痺する、いいんじゃないですか。そして不思議な雨ね、お、不思議な雨いいね。自分の手札からに進化ポケモンを1体選び、そのポケモンへ進化する、自分の種、自分の場の種ポケモンに乗せ一進化を飛ばして進化、おお、なんかすごすぎやろこれ。はい、ということでね、今回こちらね、タマンチュラ当たりました、アートレアですね。うん、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあ次いきます。ポケモンバイオレット EX、 いや狙いはねミモザなんですよね。お、来たか、お、光っとるぞ、デルビル。これ怖い顔してるやつは近隣からいた、俺いつも今でも覚えてるわ俺。そして、お、タマンチュラ、タマンチュラね、なんか結構多いよねタマンチュラ。ちょ待って、光った光った、影坊主、影坊主よ、影で包む、コインを1回投げ表なら次の相手の番、相手を出てからグッズを出して使えない、なるほどなるほどね、いいんじゃない。で次ですね、ちょっとチラッと、おお、え、え、これこれさ、ちょっと待って、これトレーナーズ、トレーナーズよね、え、これトレーナーズですよね、ちょっと待てよちょっと待てよ、これはちょっと待てよ、ちょっと待って、ちょ、いっちゃん下見よ、下見してゆっくり行こう、ちょこれね、あんまりこれね、これちょ、いや、これちょっと待って、これ完全トレーナーズですよねこれ。お、トレーナーズの、出た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 、スーパーレア出ました、トレーナーズ来たよ。ちょっと待って、これはね後で取っときます、これねちょっと後で取っときましょう。いやちょっと嬉しい嬉しい嬉しい、まあでもこれミモザかわからないんですけど、これはちょっと最後に取っておきます。あ、じゃあ次こちら、いやちょっと盛り上がってきましたね、なんか一気に俺テンション上がってきたぞ、いやワクワクが止まらん。いやこれね、あれミモザやったらマジででかい、俺もうミモザやったら俺ね、もうどうしようかな俺。じゃあまあとりあえずまだ戦いは終わってないんで続きいきましょう。ほっ、お、星ガリス出ましたよ、かわいいよこれ。さあ何隠す、自分の番に1回使える自分の手札を全て裏にして切り、山札の下にもの、その後山札を1回引くといいね、星ガリス。オーラチフ、おー、かっこいい、これオーラチフってさ、なんなんですかこれ、めっちゃなんかいかついよねこれ、ジャイアンキャラでしょ絶対ね、これ噛み砕く、怖いな、噛み砕くなって、コインを1回投げて表なら相手のバトルポケモンについてるエネルギーを1回やめたらしい、いいね、いいんじゃない、そういうの。コフキムシ、これ絶対さ、コフキーモでしょ、コフキーモのやつよねこれ。もうこれ何これ、このポケモンは最初の自分の番や出したばかりの番でも進化できる、体当たり、じゃあなるほどね、キャタピービードルポジションでしょっすよねこれ。で次、お、え、これ、あ、これグッズ光ってないか、エレキジェネレーター、自分の山札を上から5枚見て、その中から基本雷エネルギーを2枚まで選び、ベンチの雷ポケモンに好きなようにつける、残りのカードを山札に戻して切る、なるほど。で欲張りつきました、強化前歯、このポケモンにポケモンの動画ついてるなら80ダメージ追加、いいね欲張りつ、欲張りつちゃんいいんじゃないですか。いやちょっとね盛り上がってきましたね、ちょっとね、ミモザ当たったかもしれないっていう、ちょっと嬉しい。ちなみにこれまだパック開封してるんがゲオなんで、僕もう1枚ね SR 出る可能性もあるんで、
結構今いい戦いをしてるんですよね。まだもう一枚 SAR か SR 狙いに行きたい。ほっ、行きます。じゃじゃん、ほっ、来ました。あ、コイルね、コイル。でもコイルってね、あの赤緑のやってるコイル出ましたよ。これエレキボール10、もう反発いいんじゃない。こういうのノノクラゲ、お、歩いてるやん。これ、これ目のクラゲよね。これ目のクラゲ真似してるよね。これノノクラゲ、どう進化したらこうなったんよ。あ、目ここにあるんや。こいつじゃないよね、これ。ぶつかる、いいんじゃないですか。ヘルガー出た。いや、俺ヘルガーね、金銀の時に持ってたんですよ。いや、持ってなかったかな。なんか俺持ってたような気がするんですけどね、ヘルガー。忘れたわ。で、次は、おー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 、餅来ました。餅いいね、これめっちゃいいやん。これ、これアートレアでしょ。あ、でもね、僕思うんやけど、アートレアっていいよね。なんかこれ芸術のさ、アートのカード。俺このイラスト描いてる人レベル高いよ、これ。墓地、お墓で遊ぶ、危なすぎるやろ。お墓で遊ぶなって、墓地よ。まあまあまあ、これ自分のドラッシュにある超ポケモンの枚数かける10ダメージ。なるほどね、墓場、墓地にそのエスパータイプのポケモンがいれば色だけ強くなるみたいな、ね、いいんじゃないですか。で、スリーパー、粘土弾100、おー、いいんじゃないですか。いいじゃないですか。いいね。じゃあ次、こちら、行きましょう。ほっ。いやー、でもね、ちょっとね、これ、でかいわ、俺、結構。ほっ。チキーン。お、マンキー。マンキー、マンキー。猿殴り。このポケモンにも10ダメージ。なるぞ。おい、バモ来たよ。これ、ピカチュウよ、絶対。絶対ピカチュウ、これ。モデルピカチュウよ、これ。コーフライ、ホフーライね。これは何や、これ。これはね、あの、あれはトランセルポジションでしょ、これ。虫食い、いいんじゃないですか。ホレトス出ました。ホレトス、俺昔ね、これ金銀の時からホレトスって言ったんですけど、最初俺僕ホトレスかなって思ってたんですよね。これ鋼虫でね、炎にめっちゃ弱いんですよ、これ。連続スピン、シェルローリング、俺僕これ金銀の時持ってましたよ、これ。ホレトスレア。そしてテーブルシティ、お、テーブルシティ、これ、これね、スタジアムなんですよね。まあ、遊戯王でいうフィールド魔法みたいな感じ。これお互いのプレイヤーは自分の番ごとに1回、コインを1回投げてよい。表へな、自分の山札からポケモンを1体選び、相手に見せて手札に加える、そして山札を切る。いや、これね、確かね、あの金銀の時もあったような気がするよね。なんか、なんとかコロシアムみたいなやつであった気がする。そんな感じですね。はい、じゃあ次こちら、あげます。おー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 おお、また光ってるぞ。光っとるやんけ、いいやん、これ。生きりんこ。これ何、これ空を飛ぶ。生きってるんか、これは。ほっ。バモね。またか。あ、これさっきのなんかちょっと、あの、変わってる感じする。で、ちなみにこれバモじゃなくてパモやったね。すいません、ちょっと。間違えてました、僕。お、フラビで。花粉玉。かわいいな、これ。かわいいんじゃない、こういうの。いいね。で、次は。あー、これまた、ハッカードッグね。俺さっき持ってたよ、これ。お墓参り、自分のトラッシュにある超ポケモンの枚数かける10。いいね。で、ハルクジラ。スイーピングタック。いいんじゃないでしょうか。はい。いやー、ちょっと盛り上がってきましたね、これ、ポケモンカード。いや、でもこれね、結構緊張するんよね。まあ、ね、まあ、狙いはね、ミモザの、まあ、SR と SAR なんですけどね。ちょっと、いきます。お、またなんか光ったんぞ、これ。いいんじゃない、これ。レアコイル大爆発、このポケモンにも90ダメージ、でかいな、これ。そして墓地ね、鋭い牙、30のダメージか。ブロスター、こういうのもね、なんか貝っぽいよね。そして次光ってるんよ、これ。何、あ、このポケモン、お、クレッフィー、クレッフィー、何これ、クレッフィーって。いたずらロック、このポケモンがバトル場にいる限りお互いの場の種ポケモンの特性いたずらロックを除くは全てなくなる。なるほどね、狙い通す、いいんじゃないですか。あ、出た、テーブルシティね。よし、で、ここでちょっとね、さっきね、僕 SR って言ってたカードあったじゃないですか、この
トレーナーズカードのやつで、これちょっとよく見たらね、これまさかのこれレアやったっていうね、これ博士の研究会をちょっと紛らわしいな、これこの部分だけを見てちょっとね、あの SR って判断しちゃったんですけど、まあでもいいんじゃないでしょうか。レア残念でしたけどね。はい、まだあるんでね、引いていきます。あ、そしてね、欲張りっす。はい、じゃあ次いきます。ポケモンカード君に決めた。はい、じゃあ次ね、いきます。ほい、頼むよ本当に。次こそは当てたい、ラッキー玉転がし。ほっ、ノノクラゲ。コインを3回なんて思ってます。かける10。エレキボール、コイルね、いいんじゃない。そして落とし取り、ね、これわしづかみ。次の相手の番、この技を受けたポケモンは逃げられない。そしてエレキジェネレーター、自分の山札を上から5枚見て、その中から基本雷エネルギーを2枚まで入れる、ベンチの雷ポケモンつけるんですけど、残りのカードを山札に戻して切る。なるへそ、はあ、これちょっとね、なるへそですね。まあちょっとね、緊張してくるね、これやってるの。シャキーン、ロトム、これ電気ショック、ジャンクハントね、カプサイジ。お、何これ、ピリ辛。コインを1回なんか持ってない、相手のバトルポケモンをやけどにする。いいね、強いね、こういうの。そしてフラベベ、花粉玉ね、これはいいね。フラペペ、もうこれ花粉玉って、これフラペペってフラワーと、なんかそんな感じ。そして、あ、出た、ヘラクロス。虫ポケモン角レスク90、いいんじゃないですか。でピクニックバスケット、これなんかめっちゃ楽しそうね、これめっちゃ美味しそうね。これお互いのポケモン全員のヒットポイントそれぞれ30、アイテム回復させるよね。なるほど、はい、じゃあ次いきます。いや、今のところね、まだ SR は来てないんですよ。これワンチャンバラなんで、 SR ないっていうパターンもあるからね、それだけは避けたい。それだけはやめて、勘弁してました、本当に。よし、イキリンコ、トラウトブ、そして、なんか一気に見た、タマンチュラ、コインを1回投げ、表の相手のバトルポケモン、マヒ、スリープ、あ、これさっき言ったね、ハルクジラ。おー、ミモザ出た、ミモザ出たんですけど、これね、まあまあ、めっちゃ可愛いでしょ、これ。これの SR が欲しいんですよね。何が何でも当てたい。これ自分のトラッシュからポケモン5枚まで選び、相手に見せて山札に戻してみる。その後山札を3枚引きます。よし、まだ戦いは終わっていない、まだまだあるよ。そろそろ SR 来てほしいな。お、なんかいい感じだこれ。ラッキー玉転がし、ノノクラゲ、ミラゲゲゲリ、コインの3回だけ表の数から出る中ダメージ。コイル、コイルいいね。そしてこの次、ほっ、おー、ノノクラゲ、アートレア、乱れ切り、コインの3回だけ表の数から出る中ダメージ。まあ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 、いいんじゃないでしょうか。これノノクラゲってこれ歩いてるよね、これ。アートレアいいよね、俺アートレア好きわ、俺。で、リククラゲ、おお、進化してるやん。進化せず取れて手に入った。でもなぜこいつがレアじゃないんだ。まあでもいいね、嬉しいです。当たりかな。いやー、これちょっとね、後半に行くにつれて緊張するな。果たして本当に SR にも連れてくれるんでしょうかと。スパン、お、まだ光っとんぞこれ。ロトム、ロトム、電気ショック、カプサイジ、コインを1回なんて持ってない、相手のバトルポケモンをやけどにする。フラベベね、さっき言った。そして次は、うわー、お前かい、鉄の輪立ち GX。 あ、でもこれ、あ、よかったよかった、スーパーレアじゃないんか、ダブルレアか。鉄の輪立ち、これね、ドンファンの未来の姿。これトリプルレーザー、相手のポケモン3匹にそれぞれ30ダメージね。で、サイバネホイール、このポケモンをベンチポケモンと入れ替えるということで、なかなかいいカードなんじゃないでしょうか。そしてピクニックバスケット、いいね。まあ、とりあえずまだこれ SR じゃなくて、これはね、ダブルレアね。まだまだ SR はあるかもしれない。頼むよ、本当 SR 当たってくれマジで。はい、腕っぽい、お、墓地ね。
コイル。次は出た、欲張りせ。ポレトス頼むて。なんか緊張してきたな。本当に SR 出るんでしょうか。これバラやからね、ワンチャン出えへんのね。でもね、まだわからない。俺は絶対引くぞ、ミモザを。絶対ミモザを引く。シャリン。星ガリス。オラチフ。オコリザル。そして次は、ガーリククラゲイ。一カネスム。かわいいな、これ。ファミリーアタック。自分の場の一カネスムの数かける70ダメージということで、いいんじゃないでしょうか。いやー、ちょっと私ね、少し緊張してまいりました。なんとか、なんとかね、ワールを手にしたいんですが、出てくれるんでしょうか。もうね、上がってみたいからな、引くしかない。比べて。バモ、ふぬり玉、そして次。おお、あー、これ、ワナイダー GEX か。でもこれも、これ、ダブルレアね。ダブルレア、そのスーパーレアじゃないから、トラップテリトリー。このポケモンがいる限り、相手のバトルポケモンに逃げるためのエネルギーは1個分多くなる。ワイヤーハング、相手のバトルポケモンに逃げるためのエネルギーの数かける30ダメージ追加ということですね。はい、そしてヘラクレス。なるほど。あー、はい。はい、ちょっとね、まだまだいきましょう。いやー、ちょっとね、緊張してきた。いや、ポケモンカード開封ね、久々にやるとやっぱね、体力使うっていうか、緊張するよね。なんかワクワクするんやけど。ドキドキがたまらんわ、やっぱり。よし、ヤドン。ヤドン出ました。オラチフ。これ、さっきも当たったぞ、俺。コフーライ、コフーライ。ねえ、コフーライ。そして、あ、ストリンダー。ストリンダーね。こいつか。そして、スリーパー。くそー、待てよ、まだいけるぞ、可能性はある。シャビン、来い。怒り猿、暴れパンチ、アルクジラ、ヘルガー、そしておお、タマンチュラ。俺これさっきも持ってる。でもこれストライクに狙われてるっていうね。これアートレアいいじゃないですか。ペッパー、おお、ペッパーね。ペッパーくんいいじゃないこれ。自分の山札からグッズとポケモンの道具を1枚ずつ選べ、アイテムに選べるから、そして山札を切るということですね。はい、よし、次いきます。スリープ、はい、スリープね。スリープくん、ダマンチュラ、腕っぽ、そしてビオヨン、あー、これバタフリーポジション、そしてパチリス、あー、パチリスかわいいな。これこれも絶対ピカチュウポジションよね。これ電気袋、このポケモンはマヒにならない、いいんじゃないですか。よし、次いきます。ほっ、フラペペ、花粉玉、カネズミ、コイル、そして次は、お、これ、これ絶対さ、お、これさ、ヤドラン、ヤドランのレア、ヤドラン出ました、レアね。お、そしてカイデ、お、こちらね、ヤドラン、レア出ましたね、これ。なんかめっちゃイラスト綺麗やね、これ。変な行動特性ね。バブルドレイン、いいんじゃないですか。いやでもね、これ SR 今回あるかな。ちなみに残り4パックです。まだ今回 SR 出ないけど、残り4パックで果たして出るんでしょうか。やっぱバラね、あのこんなもんなんかな。コフキムシ、オラチフ、ガーリー、そして次は出るのか。お、なんか元トカゲか。元トカゲのね、レアスピードアタック100。これね、ミライドンとかに進化するらしいですよ、これ。そしてフラージェス。いいんじゃない？これ、元トカゲ、これ、ミライドンとかね、コライドンとかの、その同じ種類のやつなんですよ。DNA が一緒だよね、これ。はい。いやー、
今回 SR は果たして残り3パックです。緊張してきましたね。まあでも何でも買うしかないか。マーキー、お、もう光ったぞ。アルクジラ、フライって、そして次はこれ光ってる、光ってるね。これイエスさん、うわー何これ、これ知らんぞこんなん。育て上手、自分の場のポケモン1匹から進化するカードを自分の山だから1枚でそのポケモンに乗せて進化する、そして山札を切る。で催眠波動、相手のバトルポケモンをネブリにするということですね。はい、そしてスコビラン、くそー、やばい、今回 SR がまさかのないパターン。ラスト2パック、ラスト2です。頼む SR 来てよ、本当に。コフーライ出た、コフーライ出ました。ワッカネズミね、デルビル、そして次はあー、リッククラゲ、ワッカネズミ、くそー。そしてついにこれもうラスト1つパック、今回未だに SR は出ていません。これちょっとね、なんとか SR 来たい、ここでお願いや SR よ、何なんでも来てくれ、来て。おお、これ SR じゃない、これなんか光ってるね、これ光ってる光ってる。ラストに来たか SR、 エレゼン、オラチフ、マンキー、そしてこれ、これが泣いても笑ってもなんですよ。おー、ジバコイルレアかよ、ダブルレアか、くっそー。ジバコイル EX エナジークラッシュ、相手のポケモン全員についてるエネルギーの数かける50、バルスランチャー、このポケモンにも30ダメージということでですね、くそー。はい、ということでね、今回ポケモンカードバイオレット EX を30パックバラで買った結果がこちらです。まずダブルレアがワナイダー EX、 鉄の轍 EX、 ジバコイル EX、 ジュペッタ EX、 そして、アートレアがタマンチュラが2枚、そして、ボチノノクラゲ、そしてレアがですね、ハッカードッグ、クレッフィー、イエスさん、元トカゲ、ヤドラン、博士の研究、そしてトレーナーカードでミモザ、ペパー、変えてということで、残念ながらね、これまさかの SR1 枚も出なかったという、ちょっと前これもう大惨敗、大敗北を喫したんですけど、まあでもね、運はちょっと、次回にね、使いたいなと思いますね。はい、ということでね、今回ポケモンバイオレット EX バラで30パック開封したんですけども、いや、まさかの SR1 枚もないという、まあでもね、もうバラで買う以上は可能性としてはあるんで、まあもうしょうがないんですけども、ちょっとねこれ悔しいので、次回こそはねミモザ SAR を絶対に当てたいなと思います。もうそれまで僕ね、もうちょっとチャレンジし続けますので、ぜひ皆さんチャンネル登録とねグッドボタンお願いします。またね、私 SNS、 Twitter、 Instagram、 TikTok もやってるんで、動画下概要欄にリンクありますので、フォローよろしくお願いします。またね、今後ねポケモンカード開封動画、ミモザ SAR 当てまでね、ちょっとリベンジやっていきますので、ぜひねチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、 インスタ、 TikTok もやってるんで、動画下概要欄リンクありますので、フォローよろしくお願いします。ではバイ。